それじゃあ。はーい。そんなことないですよ。私、学生時代は今と違って暗かったんです。え？本当ですよ。実はここだけの話ですけど、そのせいで毎日クラスメートからいじめにも遭ってたんです。何やと？はい、だからそんなくらい自分を変えたくて、それで明るさが要求されるこの仕事に就いたんです。おかげで随分元気で明るい人間になれたかなと思ってます。そうか。私、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。ああ、私もこんないいお店に来られて本当に嬉しいです。ああ、真島さんに出会えて本当によかった。真島さん、ありがとうございます。本当ですね。私も練習っていうこと忘れちゃいました。よーし、気を取り直していきましょう。そうですね、やっぱりお店に来た時に少し落ち込んでるお客さんが私とおしゃべりして元気が出たって言ってくれる時かな。そういう時、元気しか取り柄のない私でも誰かのお役に立ててるんだなって実感できて、すごく嬉しく感じるんです。なるほどな。嬉しいです。私、元気に頑張りますので、これからも私に会いに来てくださいね。ああ、大丈夫ですよ。そしたら真島さんに元気にしていただくので、その時はよろしくお願いしますね。そうやな。将来のことですか。私、とにかくたっくさんお金が欲しいです。できれば豪邸とかも建てたいなーって。ほう。お金持ちになって、昔自分をいじめたりバカにしてた子たちを見返してやりたいんです。なるほどな。でもやっぱりお金がない人のことは
誰も助けてくれないんじゃないですかね。本当ですか？私、そんなこと言われたの初めてです。えへへ、なんだか嬉しいですね。そうやな。あんまり考えたことないですね。でも両親とはずっと一緒に住んでいたいって思ってます。私一人っ子だし、お父さんのこともお母さんのことも大好きだから、結婚するとしたらできれば相手の人にうちの家に来てもらいたいな。ふん。はい。でも婿入りって男の人は嫌がりますもんね。真島さんもやっぱり婿入りには抵抗ありますか？本当ですか？真島さんみたいな考えの人がもっと増えてくれたらいいんですけどね。そうやな。あはは、おだてたって別に何も出ませんよ。でも嬉しいです。ありがとうございます。疲れ。